まず塗り方としては濃い色、ね、お顔をこうやってここにね書いてます。お顔を左右に分けてるんじゃなくって、こっちが濃い方から塗ってくださいねということなんで、この茶色の方で色分けしてますね。でこの茶色の方が濃い方の色で、このピンクの方が明るい色になります。でこれをどこに塗布するかということなんですね。で全部意味があるんで、ちょっと説明しながらやっていくけど、一回覚えてしまえば本当に楽なんで、まず濃い色をまず目尻から、この目尻のねちょっと開けてもらうと分かります。ここ赤黒いの分かりますか？赤黒いでしょ、ね、これはどんな方でもまばたき1日何万回もするんで擦れるんですね。でここをまずワンプッシュで、小鼻ってありますね。この小鼻も必ず影で自分の正面見たら見抜くんやけど、横から見ただけでこうすごく赤いんですよ。ここここですね。でこの口角も結構食べ物とかで色素沈着起こってて、この口角で、あと気になる、まあ、例えばシミがあったらシミとか、別にシミは私勲章よって言うんやったらもう隠さなくていいです。いや本当にそうなんですよ。だからそればっかりやると厚塗りになるんで、ただまあちょんちょんちょんとこう乗っけるぐらい、メガネかけてる時ここ赤いなと見てます。でここに乗せます。目頭こんな感じ、今はちょっと落書きのようにしたの、これ皆さん分かってもらいたいんでやってるだけで、普段はもうご自身でちょっとちょっと両方やってくれたらいいんですね。早いですね。でこれをこのままだったらなんで、手でするんではなくてポンポンと押していきながらプッシュしてね、なじましていく感じ、いいですか？これ吸ってしまわないでくださいね。こんなふうになります感じ、はい、上向いてください、はい、目頭、目尻もちょっと押さえる感じ、口角も、口角は口角ですね。もう一回いきます。口角は口角です。お笑いというのは3回続けないです。もう一回いきます。口角は言えへんのかい。3回目は言えへんっていう感じでね。まあ本当にこんな感じで覚えておいてください、ね。お笑いを言うとね、覚えるんですよ。口角、あ、口角はそうやったな、言うてたなみたいな。それと、はい、ここでね。はい、今度は明るい方の色を、今度はね、T ゾーン、目の周り、今度は目の下、ほうれい線、口角もう一回、で、顎先、おもながの方は顎先乗っけるとここだけちょっと目立ってくるんで、本当はしなくてもいいです、おもながなんでね。わかりますか？おもながの方は別にしなくていい。でも一応まあ、ここに書いてるんでね。そして、ちょっといいですか？またこんな皆さんに見てもらう。わかります？で、この位置を覚えたら、これを手で、これもスススッ、トントントンと乗っけていく。結構色明るいんで目立ちますけども、これ皆さんに今分かりやすいようにちょっと多めに撮ってます。で、ご自身で大体自分で適量分かってきたら、この半分ぐらいでいいと思うんで、こう乗っけていって、で、上向いてください。はい、この目の下を、こうやってね、この目の下をするときはご自身でも天井を必ず向いてください。でないとこの皮膚引っ張らないんでね、天井を向いてご自身でこういう感じ、そして目の下へこう入れていって、で少し下にこうグラデーションしてください。はい、でアイホールも全体に伸ばします。これでグラデーションできたと思います。でほうれい線はここはあまりこう広くグラデーションしません。ほうれい線というのは線になっているので、その線をわかりますか？こういうふうに線っぽく僕引きましたね。こうして線っぽく引いているので、線っぽく手でトン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 とこれを崩さないように、ちょっとこうほうれい線にこう落ちていうの持ち上げる感じで入れる感じ、入れ込む感じですね。で口角もさっき見たように口角だけど、こうしていくと、はい、見てください。そうすると、ここにちょっと血色、チークを、彼女の場合は少しおもながでいらっしゃって、年齢とともにこうおもながの方はここに引くと老けます。こう上げるとね。でも大人っぽくしたい場合はこういいです。でもまあ普通にカジュアルしてるんだったら、ここを黒目の端からこう小鼻の延長上にこれを洗って、
ちょっと上がる位置、この位置を起点にしてスーッと左右に動かしていきます。で左右に動かして上下前後、こういう感じ、わかりますかね。ここを起点にして左右に動かして下も入れていきます。上ばっかりいっちゃうでしょ。でこの色の3分の1ぐらいはアイホールにも入れます。で眉の上にも上げてください。もう眉の上も、年齢とともにこの眉の周りって結構グレーっぽくなってきたり、まあ、毛穴がちょっとこう目立ったりしますので、ちょっとピンクで3分の1ぐらいで、おでこ、顎先、こうしていくとチークの色が分散して顔全体が血色上がります。健康的に見えるね。見えてます？はい、全然違いますね、かなりね、ね。はい、でそういう方はこういう、バームクリームとかをうまく利用してください。例えば、お化粧した上でもこうやってバームクリームを抑えられるんで、下地にもできます。とにかくツヤを出す。でね、乾燥してんの分かってんのにもう外へ出たらもうそのままっていう人多いです。乾燥してるんであれば外でもこうやってミストかけるとか、ちょっとこういうちっちゃめのこんなバーもあるんで持っといて、少しこの化粧の上からでもいいんで、まあ、剃ってしまうと取れてしまうんだけど、こうしてあげると、例えばこの今塗った上でも軽くサーッとやって取れない程度にしてあげるとツヤっぽくなる。